ようこそ熊森チャンネルへ。熊森教会本部の水見です。今回はですね、また訳があって新潟県の方に来ております。新潟県を含む、日本海側の北陸地方とか、東北地方とかで熊さんが秋に食べるブナの木の実のなりが悪いということで、たくさんの熊が里に出てきて、そして人が怪我をしてしまうという事故が起きるのではないかと予想されております。この新潟県でもですね、もうすでに現在7月の末ですが、お一人の方が県内でお怪我をされているということです。どういう場所で熊と人の事故が起こっちゃうんでしょうかね。今まで私も、新潟県だけではなくて全国何か所か、熊と人の事故現場をですね行って、お怪我をされた方にもお話を聞いたりして被害対策をやってきたりもしたんですけれども、事故が起きる場所というのはですね、人の問題、それから熊の問題、いろいろ議論されてますが、その環境の問題ということもあるわけですね。例えば草が生い茂ってて熊がそこにいるんだけれども、どこにいるか分かんなくって出会い頭に熊と、ぶつかるような形で事故が起きちゃったとか、そういうケースも実は結構あります。今回ですね、その新潟県の熊と人の事故が起きた場所、あまり皆さんは熊と人の事故が起きた場所に入らない方がいいので、あまり真似をしてほしくはないんですが、私も安全に配慮をして、なるべく近い安全でかつその熊と出会わないような場所から、こんな場所でこういうふうに事故が起きちゃうんだなっていうようなことを解説していこうかなと思っております。この動画を見てくださった方で熊と人の事故に出会わないようにするために、その対策としてこの動画を少しでも活かしてもらえたらなと思っております。では早速行ってまいります。熊森チャンネル、レッツゴー。はい、現場付近に着きました。リゾート地ですね。深い山の中の、このように熊の生息地の中に大きなマンションがあったり、ホテルがあったり、リゾートがあったりというところです。なんかどうもこのロープウェイの駅の近くらしいんですけどね。このように見通しの悪い藪があって、こういうところを音のないものを持って歩くと、横からクマがワッと出てきて遭遇しちゃうかなと思います。現場はここかどうかは分かりませんが、クマと出会いやすいポイントですよね、ここは。特に事故は早朝に起きているので、早朝とか、夕方に起きるケースが多いので、そういう時間帯は人目を避けてクマも行動をしている可能性が高いので、こういう人里付近にもいるにはいるんですが、藪の中に隠れて動いてたりします。スキー場のゲレンデですね。非常に草が生い茂っているのがよくわかります。ね、こうテントを張っていたりとか、なんかグランピングかな、あれグランピングみたいなのがあったりして、夏場はこうキャンプ場として使ってるんですね。スキー場のゲレンデの方はさすがにね、雪がないので、こうやって夏場は草が生えてる状況です。ああいう草むらの中にもあんまり不用意に入っていかない方がいいです、ね、こういうスキー場の草原、夏場は草原になってるところってね、野イチゴがあったりとか、それから昆虫がたくさんいたりとかして、森の中じゃなくとも、クマにとってはすごく餌場として使える場所になっています。私も今日はそんなに重装備はないので、茂みには行きませんけど、草を刈っているところ、こういうところなんかは見通しがいいから見えますよね。で、大体
草がちょっと色が変色して生い茂ってるあたり、あの辺が20メートルぐらいの距離だと思いますが、これぐらい見通しが良ければ、今私が立ってる芝生ぐらいの草丈でしたら、まあ、ばったりクマと遭遇して危ない目に遭うっていうことはないと思います。ですがあれより先に行くともう人の腰とかぐらいの高さの草がわんさか生えてますんで、腰ぐらいの高さでもクマさんは四つん這いで歩いてるんでね、見えませんから、まあ、きっと今この茂みのどこかで僕を見てるクマさんがいるかもしれない、なので想像しながら歩いてます。このようにですね、まあ冬場はスキー場だけど夏場はキャンプ場としてこう開放しているようなところ全国各地に多くありますが、キャンプをするときにはすぐ横にですねこういう茂みとかもうすぐそこで山奥ですから、ね、動物クマも含めていろんな動物がいますので、動物と遭遇する確率というのはどこに行っても高くなると思っておいてください。ちゃんとあの生ゴミとかですね、残飯とかはテントの中とかこうテントの外とかですね、匂いが出やすいところには置かないで、車でねキャンプに来られてる方はなるべく車の中に置いた方がいいと思います。まあ暑くはなっちゃうんですけれども、あの密閉している匂いが出ないものの中に保管する方がいいです。でこれを怠ってしまうとこの 山の方からちょっとずつ動物がその匂いにおびき寄せられてテントの中にクマが入ってきちゃったとか動物が入ってきちゃったとか、ね、テント出たところでそのゴミとか食料を置いてるクーラーボックスを動物が漁ってたりして持っていかれちゃったとかですね、そういうことが起きてしまって、で最悪誰かが怪我をしちゃうっていうことが起きますので、まあ、注意をしてください。ということで、いやー遠かった。新潟県は広いですからね、なかなか回るの大変ですけど、まあ熊と人の事故は熊側の過失っていうものは熊に聞いてみないとそれは分かりませんけど、でも少なくとも全国の熊の事故を調べて分かってきたのは、まあ、人側が気をつければ解決する問題っていうのは多いですね現状なんで、皆さん気をつけて山に入ってください。ではまた。